国民決意の標語は、1942年に、大政翼産会、読売新聞社、東京日日新聞社、朝日新聞社が、応答は戦争1周年記念企画として実施した、標語の募集企画である。企画は、大政翼産会、読売新聞社、東京日日新聞社、朝日新聞社が主催し、情報局が講演した。 1942年11月15日付の主催各紙に、兵庫募集の広告が掲載された。朝日新聞掲載の広告では、募集の目的を米徹底撃滅を目指して、四季公用の一大国民運動が全国的に展開されるのを機会に、全国民の新たなる決意を強く訴えるため都市、兵庫は、 戦争干水の巨国的決意を力強く表現し、戦場精神高用と生産増強と、戦争生活の実践急行を促すべきものとされた。広告によると、入選10点、加速20点を選出し、それぞれ症状の他に副症として、入選には100円、加速には20円の交際が贈呈された。同広告では締め切りを、十一月十九日午後十二時、 到着分としており、応募期間は実質5日間であった。11月27日に各新聞市場で入選作10点、佳作20点が発表された。発表の記載によれば、応募総数は32万余であった。入選作は以下の通りである。このうち、欲しがりません勝つまでは、は、麻布区の国民学校5年に在学する女子児童の作とされ、 児童のインタビューが読売放置新聞に掲載された。また、飼沼実る作曲、山上武雄作詞の同名の歌も制作された。作者については、1977年に児童文学作家の山中久志が本人に取材した結果、実際に標語を作ったのは、彼女の父親で娘の名前を使って応募していたことが判明した。山中によると、彼女は、 父親から、兵語の作者として、振る舞うよう言われ、かなり、しんどい思いをしていたという。また、この標語が、花森安次の作であるという俗説も一時は、流布していた。ありがとうございます。